二極化が顕著に現れます。皆さんこんにちは、スピーチャルリッチ三輪です。今日もありがとうございます。今日は風の時代の入門編2回目、あなたの幸せは風の時代に必ず叶う、願いを叶えることをテーマにしてお話ししていきます。このチャンネルをよくご覧になっている方にはすでにおなじみかもしれませんが、初めに風の時代についてもう一度お話ししたいと思います。この風の時代っていうのは星座と惑星の配置によって名付けられたものなんですけれども、去年ですね、2020年の12月22日、風の星座である水瓶座で木星と土星が大接近するという星の配置になりました。で、今までは土の星座、地の星座と呼ばれる場所でこの木星と土星が交差する配置になっていたんですけれども、本来木星と土星が交差することをグレートコンジャンクションと占星術では言いまして、このグレートコンジャンクションのタイミングでは数十年に一度の大変革が起きるとされているんですね。これは約250年ぶりにそうなったとされているんですけれども、今までは地の星座、土の星座と呼ばれる場所でこの木星と土星が交差するグレートコンジャンクションが起きていたんですけれども、この日を皮切りに今後は風の星座でそれが起きる時代になりましたので、だから地の時代から風の時代へ移行したと言われているんですね。で、この星座のエレメントが切り替わるタイミングは今まで当然と考えられていた認識や思想、あとは社会全体の価値観などに革命的な大変化が起きると言われています。地の時代にはどんな特徴があったのかっていうと、例えばお金や物、あとは社会的地位などこう目に見えやすいもの、目に見えるもの、手で触れられるものが幸せの価値基準になっていたと思うんですけれども、これは18世紀半ばから19世紀にかけて起こった産業革命が象徴的ですよね。あとは縦のつながりとか上下関係とか伝統や権威が重んじられる傾向がありましたけれども、一方でこれから本格的に到来するこの風の時代はどんな特徴なのかっていうと、風が目に見えないように感情的なつながりや精神的な心地よさといった目に見えないものが幸せの価値基準になっていきます。あとは共存共生のための横のつながりや情報や知識といった形のないものですね、手で触れられないもの、これを伝えることや教えることが重視されていきます。こんな風に全てのルールが地の時代から風の時代に変わることでガラッと変わってしまうということなんですけれども、今日はそんなルールがガラッと変わった風の時代にあなたの幸せ、あなたの願いを叶えていくためにやっておきたい3つのことをお伝えしたいと思います。はい、では早速1つ目ですけれども、これからは必要な人脈や質の高い情報は自分で掴みに行くということです。これができる人がすごく夢実現に近づきます。今までは新聞やテレビといった大手のメディアが一方通行で情報を伝えていて、で人々はそれを待っているというような、受動的な形でしたけれども、これからは自らインターネットを駆使して人脈も情報も主体的に能動的に探すということになります。先ほどもお伝えしたんですけれども、この風の時代は横のつながりや調和の時代です。ですので、どれだけ自分にとっていい人とのつながりがあるかとか、どれだけ自分にとって必要で質の高い情報を自ら探して自分自身に落とし込んで行動へ移せていくかが幸せを叶えるポイントになります。要はインターネットの発達で多種多様なコミュニティや世界観や、あとは情報源が増えているので、なので今までよりも自分で探して自分で選択して自分で情報を取りに行ったり人脈を作っていくっていうことがすごく大切な世の中になるんですね。僕自身も新聞やテレビの情報じゃなくて自らインターネットなんかで情報を取りに行くことで今のこの働き方とかライフスタイルが実現できているなと思いますので、やっぱり自ら能動的に人脈や情報を取りに行くっていうのはすごく大切な世の中になったなと感じています。それで今話していて思ったんですけど、ということはこの動画をご覧になっているあなたはもうこれほぼ達成しているんじゃないかなっていうことなんですね。 YouTube ってまさに自分で見るものを選んで触れる情報やエネルギーを意図することができますよね。これはちょっとテレビとか新聞ではないじゃないですか。で、このチャンネルでは人生を幸せで豊かにしていく方法を毎日配信していますので、そこに自ら集まってきてくださっているっていうことはまさに自ら自分で掴みに行ってますよね。そして毎回コメント欄に夢や願いが叶った体で書き込むこと、これもこのチャンネルでは推奨しているんですが、他の視聴者の方の夢や願いを応援したり祝福することをお勧めしているのもこの
の横のつながり感を持っていただきたいっていう意図が実はあったりします。まあ、もちろんそれだけではないんですけれども、間違いなく横のつながりを感じてほしいなと、ワンネス一体感を感じてほしいという気持ちがあります。皆さんのお互いの健闘を称え合って応援し合うことができますし、僕だけじゃなくて大勢の視聴者の皆さんと同じ価値観を共有するチャンスですので、ぜひ願いの宣言と他者の願いへの応援や祝福はコメント欄でご自由にどんどんされてください。はい、次に2つ目は、心が喜び自分がワクワクすることをやるということです。風の時代は精神的な心地よさが重視されるっていうふうに言いましたけれども、これはどういうことかっていうと、結局あなたが好きなことやワクワクすることややりたいことに従って行動していくっていうことがすごく重要になるんですね。言い換えると、天から授かった目的に沿って生きるとか、人生のミッション、人生の使命を生きるということです。なんですけど、今までの土の時代の価値観では、苦しいけど我慢して頑張ることとか、あとは正しいか正しくないかで行動を決定することが良しとされてきた、そんな傾向がありました。なので、ワクワクに沿って生きるとか、喜びとともに生きるっていうことは、今までの常識とはある意味正反対のことなんで、だから本当にこれでいいのかなとか、こんなのでうまくいくのかなというような不安を感じてしまう人もいると思います。今までの価値観からの変化が大きいので、戸惑ったり恐怖心を感じてしまうというのは当然のことなんですけれども、なので今は皆さんおのおの新しい時代にシフトしていくためのチャレンジのタイミングなのかなと思います。心が喜んでワクワクすることをやるっていうことは、不安なことや恐怖心を抱く出来事が起きることもあると。ある意味でワクワクと不安は常にセットということもすごく大切なポイントなのかなと思います。新しい生き方に変わろうとするとそれなりに負荷がかかるっていうことなんですよね。その上でやったことないことをやってみたり、人生のバンジーを飛んでみる、これは大きなチャレンジをするっていうことですけれども、恐怖心を克服するための意識的なチャレンジをすると、あなた自身に風の時代がいち早くやってくるようになります。これからはワクワクに従う風の時代の価値観と、我慢が美徳とされる地の時代の価値観との二極化が顕著に現れます。風の時代ではワクワクして生きることが体現できればできるほど、今想像もできないくらい大きな夢や願いもワクワクを選ぶことで叶うということなんですね。土の時代でしたら、願いを叶えるならまずは努力というルールでしたけれども、これが努力からワクワクに変わるっていうのは本当に楽しみな時代ですよね。はい、ということで、このワクワクが2つ目のポイントです。はい、そして風の時代願いを叶えるコツ、最後3つ目ですけれども、持たない選択をして身軽になるっていうことです。持たない選択をして身軽になるということ、地の時代では財産や地位などこういった形のあるものを所有することに喜びや満足を感じて、それらをみんなが求めてきました。風の時代は所有することから共有すること、つまり自分では持たない価値観に移り変わっていくんですね。例えばウイルスの影響で住む場所や働く場所に縛られなくなったりだとか、持たない生活を後押しするために場所や知識、あと技術などをシェアするサービスも次々と登場していますよね。例えばカーシェアとかスペースシェアとか、バーチャルオフィスなんかもそうだと思います。このように持たないことで生まれる自由とか、あと身軽さ、これらが認知されて、今ではミニマリストというような言葉も流行っていますし、すでに広がりつつありますよね。数十年前の大きければ大きいほどいいという価値観から、逆に身軽な方がいいというこの価値観の大変化が今起きていますので、今から持たない選択を意図的にしてみると、この時代はすごくいい流れにこれから乗れていくんじゃないかなと思うんですね。例えば僕が今意識して持たないようにしているのが住む場所です。僕はヨーロッパと日本に生活拠点があるんですけれども、実はどこにも物件は持っていないですし、例えば日本国内にいる時でもホテルやマンションを転々とするような生活をしています。なので定住地を持たないということですね。こういう生活スタイルは僕にとっては風の時代にすごくフィットした形で、いい引き寄せ、いい流れが生まれる秘訣だったりも実はします。あと持たないようにしているものは、僕の場合ですけど、名刺は自分のものは1枚も持ってないですし、書類もほぼほぼ、デジタル化して、日本では、家族が乗るんで車あるんですけれども、ヨーロッパでは、自分の車は持たないようにしています。
まあ、こんな感じで持たないことを意識して僕も生活しているんで、まあ、そうすると身軽だからこそフットワークを軽くして行動ができて、でその結果願いが叶いやすくなるっていうことなんじゃないかなと、まあ、僕はこういう生活をして思っています。持たない価値観で風のようにフットワークを軽くしていくことが、この風の時代たくさんの願いをスイスイ叶えていく3つ目のコツなんじゃないかなと思っています。はい、それでは今日は風の時代に運気を爆上げさせて願いを叶える3つのコツをシェアさせていただきました。この3つの生き方、このチャンネルに集まってくださっている皆さんでぜひ日々実践して幸せを一緒に実現していきましょう。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。